第2次調査作戦とは、日中戦争中の1941年12月24日から1942年1月16日まで、湖南省の調査周辺で行われた日本陸軍の作戦である。太平洋戦争の開戦により始まった香港攻略作戦を支援する目的で、前回の第1次調査作戦の3分の2の兵力である第11軍が実施した。 関東方面へ南下した中国軍を牽制するのが当初の目的だったが調査攻略戦へと発展した。しかし日本軍は第一次調査作戦が事前から周到に計画準備された作戦であったのに対し今回の作戦はとっさに決心されたものであり弾薬、食料、医療品、輸送手段などの十分な準備もないまま調査への進行を開始したため 調査周辺で準備していた敵の頑強な抵抗を受け、その後反転して引き上げたため中国側は戦勝を懸念した。当初の作戦故障は作業作戦。中国側故障は第3次調査開戦。アナン・コレチカ中将1941年9月から10月にかけて行われた第1次調査作戦について、第11軍司令官のアナン・コレチカ中将は、 大きな成果を収めたと満足していた。ところが11月23日頃、品派県軍総司令部内での調査作戦が返って敵の逆宣伝の材料になっているとの声が耳に入り、阿南軍司令官は鬱憤を募らせた。また、太平洋戦争の開戦によって、中国戦線が戦争の主戦場で亡くなったと見る風潮が広がるのを恐れた阿南軍司令官は、積極的、 攻撃的な体制を整える要訓示を行った。12月8日、カナ南の日本軍は香港攻略作戦を開始したが、この背後をつくため、中国軍が調査付近から関東方面への南下を開始した。これを知った第11軍では、すぐさま中国軍の南下を牽制する作戦が検討され、12月13日にはアナ南軍司令官が即座に作戦を決裁した。 第一次調査作戦が事前から周到に計画準備された作戦であったの、対し、今回の作戦はとっさに決心されたものであり、弾薬、食料、医療品、輸送手段などの準備は十分に整っていなかった。この建制作戦の構想は、三個師団を投入して、新昇河南岸の第二十軍を撃破し、骨水南側で第三十七軍を撃破。 二週間で作戦を終えるという簡単なものであった。しかし軍司令部内では早くも調査進行が議論されていた。木下勇参謀長によれば12月19日に軍司令部を訪れた第三師団長の豊島房太郎中将は作戦の方針に満足せず調査へ行きたがっている様子であったとされ。また12月20日の阿南軍司令官の日誌にもすでに 第二次調査作戦との記述があり、調査占領を決心していたと見られている。第九戦区司令長官、節学上昇第一次調査作戦後、重慶国民政府は、調査の不落を宣伝し、湖南省、調査の重要性を認識した、省介席委員長は、第六、第九戦区の軍長、市長を南岳へ召集して特例した。また、第九戦区司令長官、 節学上昇は11月17日に戦区内の官僚、軍人代表を調査に集め、軍民一体による戦備の強化を訴えた。節学長官はその防衛方針として、天路戦法と名付けた後退決戦の戦略を示した。それは道路の徹底破壊、中間地帯の焦土化、副撃地区の重心配置などで敵との戦力の逆転を図り、 決戦地区に誘い出した日本軍を死繍から天然の炉で鉄を溶かすように包囲殲滅するという戦略である。この方針に基づいて、新省が骨水の間の地域が伏撃、遊撃地帯、流洋が老湯下間の地区が決戦地区に指定され、各部隊が配置された。また、湖南省の民衆は道路の破壊、水田の蓄水、 食料の運び出しなどの作業に総動員され、歩行制度等の民衆組織を強化して、準備を整えた。これら民衆組織は、土木作業などのほかに、密定の役割も果たし、呪しを上げて、日本軍の接近を知らせた。道路破壊、人地構築、輸送、警戒連絡などに動員された民衆は20万人以上に、達した。調査上について、説学長官は、 第十軍にその防衛を命じた。第十軍は市民、物資を疎開させ、城壁内外に捕類、陣地を構築し、廃兵、砲の設置を行って戦闘準備を整えた。また、野戦銃砲第一旅が調査の昇降対岸にある竹葉山に砲兵陣地を置いた。さらに、調査には、四方から多くの優先通信系統が構成され、 通信網が完備していた。12月24日、第6師団と第40師団は新章川の塗装を開始した。両師団とも中国軍の頑強な抵抗にあったが、野衆を繰り返してその陣地を突破した。第3師団と沢師隊は25日早朝から攻撃前進を開始した。12月25日、香港のイギリス軍が降伏したため、 竹州の戦闘司令所にいた阿南軍司令官は翌朝観光への帰還を予定していた。しかし26日は悪天候で出発できず、阿南軍司令官は帰還を見合わせ、それからは調査進行への熱意を燃やすようになった。骨水の南岸の中国軍は第37軍、第99軍と判断され、29日からの攻撃が予定されていた。 第三師団は骨水の溶化を急ぎ、12月27日の昼に時間を繰り上げて溶化を開始した。対岸の第99軍は当地か季節陣地から頑強に抵抗したが、重火器の援護を受けた第三師団各部隊は、その抵抗を排除して28日夜までに溶化、第37軍の背後に回る追撃を開始した。第六師団は12月26日夜から、 第40師団は29日から骨水の渡過を行ったが、川は数日続いた雨雪のために増水し、下橋作業とかには多くの困難が伴った。渡過完了後も南岸地区の中国軍は険しい山地の地形を利用して頑強な抵抗を行った。12月30日夜、第40師団広報では市長兵第40連隊が敵襲を受け、連隊長、 森川義隆中佐が戦死した。第四十師団内では、骨水と加護に作戦を打ち切って反転するという噂が流れており、これが弾薬の消耗を早めてしまう一因となった。第十一軍部隊が骨水南岸の第三十七軍包囲作戦を進めている頃、阿南軍司令官は調査進行に熱意を燃やしており、慎重な意見を述べる参謀を深夜まで説得する一幕が、 あった。12月27日、第11軍参謀部は、市内派遣軍総司令部に調査進行の許可を求め、武漢警備中の独立混成第9旅団を戦場へ呼び寄せた。しかし総司令部からの返事は、阿南軍司令官の期待したものではなかった。12月29日、第3師団の豊島師団長は、軍司令部に対して調査進行を意見武進した。 この日、安南軍司令官は、独断による調査進行を決心し、調査方面へ向かう追撃を命令した。この独断を事後承認したことについて、品派県軍総司令官、畑春六大将は、非常に不満に思っていた。また、この命令は、第三師団以外の部隊にとっては、不意打ちのもので、各部隊とも兵団などの準備が全くなく、以後の足並みが揃うことはなかった。 調査進行の命令を受け取った第3次団は、第37軍に対する法位移動をやめるとすぐに、調査への突進を開始した。一方、突然の命令を受け、すでに第3次団が調査へ向かっていることを知った第6次団長、神田正種中将はこの事態に憤慨したが、やむなく不眠不休による進撃を開始した。1942年1月1日、竜洋がおとかしを得た第3師団は、 調査場外の高知を攻撃、高知の中国兵が一斉に後退すると追撃に移った。調査の占領を急いだ第三師団は、師団直轄の加藤大隊を戦線に投入した。加藤大隊は中国軍陣地への野襲を行ったが、猛射撃を受けて全身不能となり、加藤大隊長は銃弾を受けて戦死した。翌1月2日、中国軍は、 加藤大隊長の遺体から出動以来の計画、命令の書類を手に入れた。日本軍の機とや弾薬が突きかけている実情を察知した、節学長官は、わずかに紙一枚の軽さといえども、満潮の機関銃より、重しと喜んだ。15センチメートル銃弾砲1月2日になると、調査全面の迫撃砲、竹葉山の銃砲が、一斉に活動を始め、第三師団の、 各地域に砲弾が落下した。前線部隊は城壁を目指して突撃を繰り返したが中国軍の抵抗も猛烈で一進一退の争奪戦が続いた。この日、ナシチン付近にいた第六師団のところへ第三師団の参謀が訪れ調査場攻撃への加入を要請した。しかし第三師団の独走を不満に思っていた神田師団長はこの要請を拒絶した。 第3師団の苦戦を有料した軍司令部は第6師団に調査場攻撃加入を命令した。重い腰を上げた第6師団は調査北側へ急進し、翌1月3日から攻撃を開始した。第6師団部隊は調査場北側陣地を吸収して占領したが、中国軍は対岸の竹葉山から銃砲の集中射撃で反撃し、日本側の損害が続出した。 日本軍主力が調査場への攻撃を続行している頃、その背後からは中国軍約30個市が行為網を狭めつつあった。竜洋が都下天付近の日本軍守備隊や公兵隊、市長部隊は押し寄せた中国軍と都下天をめぐっての争奪戦を繰り広げた。1月3日、軍司令部では調査の戦況を有料した参謀長たちが アナン軍司令官に戦闘中止と反転開始を愚信した。アナン軍司令官は一度は却下したが、後に幕僚たちが再び強く意見愚信するとやむなく承認した。軍司令部から反転命令が出されると、第三師団の豊島師団長は加藤少佐奪回、調査攻略のためさらに1日の延期を要請し、第六師団にも協力を依頼した。しかし、 第三師団は、すでに700人以上の損害と弾薬の欠乏、竹葉山からの重砲の猛者を受けており、そこへ、第六師団の神田師団長から、軍命令に従うべきだとの意見書を受け取ったため、豊島師団長は反転の準備に取り掛かった。1月4日、日本軍は、反転を開始した。第六師団は、竜洋がおとかしを得たが、第三師団のとか店はすでに、 中国第79軍が抑えており、第6師団が第3師団の都下を援護することになった。都下点には追撃の中国軍が続々と集まり、日本軍の各部隊はその包囲と追撃を突破しながら離脱した。1月6日、第3師団の不評、第26旅団が第26軍に包囲されたため飛行部隊が出撃してその離脱を支援し、1月4日から 包囲されていた、市長兵第3連隊は、不評第68連隊に救出された。第44弾は1月1日以来家内付近で、第37軍との戦いを続けていたが、軍主力の反転援護のため春火山への前進を命令され、不評第236連隊を援護のため大戦闘に、残して転進した。1月5日、大戦闘に残された、不評、 第236連隊はすでに弾薬の不足をきたしていたが中国軍の攻撃に備えて防御配置についた。1月6日、大戦闘南端の警戒陣地へ中国軍が迫撃砲の集中者と主流弾兵の突撃を仕掛けてきた。1月7日未明には第37軍が大戦闘へ一斉に攻撃を開始した。 突然の猛攻撃に加え優勢な中国兵の突撃によって、不評、第236連隊はたちまち100人以上の死傷者を出した。連隊は軍司令部へ武器、弾薬の空中補給を要請したが、弾薬は輸送機からの投下に失敗し補給できなかった。一方、第四十師団主力は、第三師団の反転が順調に進んだため、反転を開始して、 不評、第236連隊の救援に向かった。1月9日、師団は不評、第236連隊との連絡に成功し、その撤収を援護して収容した。日本軍主力の反転援護のため南下してきた独立混成第9旅団は、1月6日に、その途上で中国軍の襲撃を受けた。この襲撃を撃退した旅団は、 中国軍が退却した影玉山への攻撃準備を進め、攻撃部隊には修正大隊が編成された。この時、中国軍は影玉山付近に第20軍、第58軍を配置し、影玉山東側の道を北上する第3師団と影玉山西側の道を北上する第6師団を迎え撃つ体制を整えていた。 1>, 1月8日夜、山崎修正大隊は、影玉山の北側から野州を観光した。山崎大隊は9日未明までに、わずかな損害で山頂へ突入したが、夜明けとともに、中国軍の猛烈な反撃が始まった。日本軍の兵力が少ないことを知った中国軍は、死州から金、挟まし、山崎大隊の損害も、増加、弾薬も底をついた。大隊は、 軍曹一名を報告のために出発させた後、山崎隊長以下全員が玉砕した。影玉山攻撃は、旅団独自の判断で、山崎大隊の突入と玉砕を知った、阿南軍司令官は大きな衝撃を受けた。第六師団の反転ルートは当初、影玉、三成側の道であったが、栗橋の愛路付近を中国第58軍が占拠し、 第99軍も進出しつつあることを知った。軍司令部は第6師団の栗橋や色突破を心配していた。そして1月8日、軍司令部は第6師団へ影玉、三等側ルートへの変更を命じた。この時、すでに第6師団は前衛部隊を青山市から栗橋へ出発させており、神田師団長は突然の転身命令に困惑したが、 悩んだ末命令に従うことにした。8日夜頃から転身を開始した第6師団であったが、中国軍の必要な妨害と304名の患者を抱えての前進は困難を極め、前衛部隊、師団主力、後衛部隊はそれぞれ分離した形で、中国軍の獣位に特に前衛の不評第13連隊は、朝林市付近において、師団主力を援護するため、 第三師団を追って北上してきた第四軍、第二十六軍、第七十八軍の十0位の中で防戦を行った。連隊の各部隊はそれぞれに中国軍の包囲を強行突破しながら少しずつ前進し、一月十一日頃ろ福林保付近へ到達した。一月十一日、第六師団主力と独立混成第9旅団は福林保を出発し、飛行隊の協力を得ながら、 友軍の収容陣地に入った。しかし、第6師団の元軍となっていた、不評第13連隊は、再び中国軍に前進を阻止され離脱することはできなかった。包囲された、不評第13連隊は、夜間と1月12日朝、連隊主力救援のために駆けつけた第3大隊と南北から中国軍を攻撃し、 不評第13連隊はようやく離脱することができた。しかし、今度は第3大隊が包囲されたため、97式系、爆撃機15から16機が陣地で待ち構えていたが、不評第68連隊が攻撃して回送させた。第3師団は1月15日に、作戦開始地点に集結し、1月20日までに帰還。第六師団は、中国軍に遭遇することなく帰還し、 第四十師団も、沢死体、他ぞの死体を収容して1月16日頃、帰還した。日本軍からの路角品展示第二次調査作戦は、当初、香港作戦に作応する形で開始されたが、骨水の線まで到達すると、情報、平坦の十分な準備もないまま調査への進行を、開始した。日本軍は、 前回の第一次調査作戦に比べ不評戦力が3分の2以下という兵力で完全に準備を整えていた中国軍30個士の中へ飛び込んでいった。前回作戦で実際に中国側へ与えていたダメージは小さく、さらに中国側が防衛準備を進めていたことを日本側は見誤っていた。この作戦における日本軍の損害は戦死戦591人。 戦勝4412人であった。中国側に立つプロパガンダでは33941人の戦死者を出したと主張している。また、この作戦で中国軍に与えた損害は、行き死体約28612、捕虜千六6 5人であると報告されている。重慶国民政府は、調査改戦における完全勝利を宣言、日本軍の損害を 死傷56,944人、捕虜139人、露獲品多数と発表し、内外に対し戦勝の宣伝に努めた。アメリカ・イギリス両国からは、祝電が届き、全国民から寄せられた戦勝祝賀献金は250万元以上に達した。これは、太平洋戦争の開戦以来、敗北が続いていた。 連合国陣営の中で唯一日本軍を撃退した勝利として一定の政治的な宣伝効果があった。しかしこの戦いの結果は香港防衛戦にも太平洋方面の戦いにも戦略的な影響を与えることはなかった。戦後、小解析は抗日戦で最も納得できる解消と回想し、日本側では第6師団長神田正種は本作戦は 阿南将軍の闘水としては、一寸、拙なかった。世は、阿南さんの人格に、絶大な尊敬を持つものであるが、この作戦計画にはどうも同意しかねる。都市、第四十四団長、青木誠一は、思い出したくもない、第二次調査は恐怖の一言に尽きると評した。ありがとうございます。